今ちょうどこのマクドナルドの前に来ています。こんな感じです。オラトドース、皆さんこんにちは、マリコです。マドリードにおそらく世界一豪華なマクドナルドがあるのをご存知でしたか？マドリードの中心グランビアにあるこのマクドナルドは歴史ある建物の中で営業しています。グランビア、スペイン語でグランは大きな、ビアは通りを意味するので、グランビアは大きな通りという意味です。マドリードの目抜き通り、文字通り大通りのこのグランビアはレストランやお店の並ぶ一大ショッピング街でもあります。今日は皆さんと一緒にグランビア散策をしていきたいと思います。 Vamos a empezar。 まずマドリードのグランビアの位置関係からご紹介しましょう。このマドリードの目抜き通りは東側に位置するメトロポリスビルから始まります。メトロポリスビルは1911年に建てられた古くからのマドリードのランドマーク的存在で、このビルの右側から始まる通りがグランビア通りです。このメトロポリスビルの反対側に位置するのがスペイン広場です。グランビア通りの終点にあたります。これが地下鉄のスペイン広場駅、プラザ・デ・エスパーニャです。この後ろ側に広がるのが本来スペイン広場なんですが、実は大規模工事中なため、残念ながらスペイン広場そのものは撮影できませんでしたが、来年には工事が終わるはずなので、リニューアルオープンしたらまたぜひ撮影に行ってみたいと思います。この大きな2つのビルはスペイン広場のシンボル的な存在で、左はオフィスビル、右はホテルになっています。そしてこちらから始まるのがグランビアです。ここから先ほどのメトロポリスビルまで全長約1300メートルのこの通りには映画館やミュージカルの劇場などがたくさん立ち並び、ショッピングをしたり美味しいものを食べたりする観光客でにぎわいます。マドリード市のデータでは毎年1000万人の人々がここグランビアを訪れるそうです。通りの向こうはグランビア劇場、先月密に配慮しながらの営業が開始されました。ライオンキングの長期公演が行われたシアターはまだ閉まったままです。いつもいただいている拍手を今度は皆さんに送ります。みんなで一緒に乗り越えましょう、またすぐに戻ってきますというメッセージが打ち出されています。そして正面ではマスクをつけようという宣伝が、マスカリーヤがスペイン語でマスクの意味です。続いて距離を取ろうという宣伝も出てきます。ディスタンフィアがいわゆるソーシャルディスタンスのことです。この日私もとても久しぶりにグランビアを訪れたんですけれども、この自粛期間の間に閉店してしまったお店もたくさんありました。この通りの向こう側にもレストランがたくさん並んでいたんですが、軒並み閉店してしまっているようです。昔の華やかで賑やかな、歩くのも大変なグランビアの様子を知っているので、ちょっと寂しい感じです。これを撮影したのは午後の2時頃だったので、本当はお客さんで賑わっている時間帯なんですが、右も左もまるでシャッター街のようになっていて少し驚きました。もう少し歩いていくと地下鉄のサントドミンゴ駅に到着です。これでスペイン広場から一駅分歩きました。距離にして約300メートルちょっと、駅と駅の間隔はこの辺りは狭いです。そして駅を越えてすぐのところにマドリードの2大サッカーチームの一つ、アトレティコのオフィシャルショップがあります。街のお土産屋さんも売れ筋はマスクが中心になってきていました。このお店ではマスクのカスタマイズをしますという広告も出しています。次々にお店が閉店していく中で知恵を絞りながら生き残りにかけています。
そしてここはグランビアのカピトルという老舗の映画館です。毎週水曜日、todos los miércoles は映画の日で、チケットが 4.6 ユーロという宣伝が見えます。日本円で約600円弱です。安いですね。いろんな映画が上映されています。そして2つ目の地下鉄の駅のあるカジャオ広場に到着です。このカジャオと書かれている建物、実はこれも映画館です。グランビアには本当に映画館が乱立しています。カジャオ映画館、フィネスカジャオの正面がこちら。カジャオ広場をぐるーっと一回り見ていくとこんな感じです。大きな老舗デパート、エルコルテイングレスも見えます。こちらが地下鉄のカジャオ駅、先ほどのサントドミンゴ駅からもう300メートルほど来たところにあって、グランビアのほぼ中間に位置します。ここからさらにグランビアを進んでいきましょう。この先は特にファッション関係のお店が立ち並んでいます。この日はお天気も良くて、人通りも少なくて、青空も覗いていいお散歩日和でした。地下鉄のカジャオ駅のもう一つの出口を過ぎると、右手に見えてくるのがファッションブランド H&M のお店です。カジュアルファッションのお店ですが、築約100年の立派な建物の中に入っていて、入り口もとても重厚な感じです。街には所々にキオスコと呼ばれるちょっとしたお土産や飲み物、雑誌や新聞などを売っているお店があります。通りの反対側には人気ブランドサラ、ザラのお店も見えます。これもとても大きなお店です。営業はしているんですが、ちょうど工事中で少し見にくいですね。フロアもいくつもあって、充実したショッピングが楽しめます。そしてこちらがプル&ベアのお店。日本にはまだ入っていないスペインブランドで、こちらはサラと同じ系列の姉妹ブランドです。サラもプル&ベアもお店の外観だけしか撮影許可がいただけなかったので、外から遠巻きになってしまいました。そして通りの向かい側にもう一つのスペインの有名ファッションブランド、マンゴーのお店が見えます。これもスペイン最大級の店舗の一つです。そしてこちらは大人気レアルマドリードの公式ショップです。ここでは公式グッズがほぼ何でも揃っています。次のブロックに進んでいくと、スペイン最大のブックストア、カサデルリブロが見えてきます。カサデルリブロというのは本の家という意味で、全国展開するチェーン店です。このグランビア店が本店で、スペイン最大の本屋さんです。なんと店内の撮影許可をいただけたので、早速このスペイン最大のブックストアを覗いてみましょう。入ってすぐの1階は、スペイン式には0階にあたるんですが、新刊や売れ筋の本が陳列されています。この建物は3階建てで、地下もあるんですが、パンデミック以来地下のフロアは閉鎖されています。この地下のフロアに漫画コーナーがあったんですが、今は立ち入れなくなっていて、ちょっと残念でした。階段で上に上がっていきましょう。この階は子供用の本のコーナーになっています。スペイン語の児童書の取り揃えはピカイチです。本当はいつもたくさんの子供たちでにぎわっているんですが、お客さんも少なくて少し残念です。そして旅行ガイドブックもたくさんあります。スペイン語で書かれた世界中のガイドブックです。
それではさらに上の階に上がっていきましょう。この階には科学、経営、自己啓発などの専門書のコーナーが並んでいます。フロア面積も大きいですし、ものすごい数の本です。見てください。こちらわかりますか？今は本が並べてありますが、元は椅子になっていて、ここに座りながらゆっくり読書ができるのがこのお店のいいところでした。今は密を避けるためにそのサービスがなくなってしまっているんですが、購入前の本をじっくり読むことができるので、立ち読みじゃなくお店公認の座り読みです。そしてこちらは語学コーナー。スペイン語の学習の本だけでなく、スペイン語から各国語を学ぶ本がたくさん陳列されています。日本語の勉強のための教材もいろいろあります。ハポネスというのが日本語という意味です。漢字の本もありますね。帰りはエレベーターで1階まで降りていきましょう。1923年からの本屋さんというロゴが見えます。まもなく100周年を迎える本屋さんです。それでは本屋さんを後にしてグランビア散策を続けましょう。通りの反対側に見えてくる高層のビルはエディフィフィオテレフォニカ、テレフォニカビルと呼ばれています。約90メートルの高さのあるビルです。もともと大手通信会社テレフォニカが本社ビルとしていたものです。テレフォニカはスペインとスペイン語圏のラテンアメリカ最大の通信会社です。現在本社は別の場所に移転し、ここには携帯電話関連のお店や文化イベントスペースなどが入っています。このテレフォニカビルの向かいにあるのが、お待たせしました、世界一ゴージャスなマクドナルドです。非常に歴史のある建物の中に作られたマクドナルドです。この建物は今から約100年前の1922年に建設されました。今ちょうどこのマクドナルドの前に来ています。こんな感じです。9階建てのこの豪華な建築は、当初フロアのほとんどが高級ホテルとなっていました。1階部分には有名な宝石店アレクサンドレが店舗を構えていました。外観は全て当時のままです。現在残るこの入り口の部分の豪華な柱や装飾も当時のままきれいに保存されています。それというのも、今から約40年前の1981年にここにマクドナルドが開店する際に、この入り口の柱や天井の装飾は残すことが条件とされたからだそうです。今となっては大変ありがたい営業許可の条件でしたね。今回はなんと特別に店内を撮影する許可もいただけましたので、一部ではありますが店内の様子もご紹介していきたいと思います。店内の装飾も大理石を基調としたとてもエレガントな作りとなっています。この天井も大理石の部分も、宝石店だった当時の内装をそのまま残した作りとなっています。2階に上がる階段も大理石でできています。お店の計らいで2階の窓際の席を確保していただきました。本当にありがたいです。どうもありがとうございました。見てください、こちらの窓から覗く景色。100年以上の古いマドリードの建物の白い外壁が青空に映えてとても綺麗です。この正面の部分は地下鉄のグランビア駅の大規模工事が進んでいて、完成するとバリアフリーの地下鉄の駅がまた一つ誕生します。このグランビアをあと200メートルほど行くと、最初にご紹介したメトロポリスビルにつながっていきます。グランビアの車道はタクシーレーンと一般車両レーンに分かれています。
一般車両のレーンは自転車走行も可能で、車に混じって自転車が走っています。さあ、メトロポリスビルの後ろ側が見えてきました。これで全長約1300メートルのマドリードの目抜き通り、グランビアを踏破しました。マドリードの目抜き通り、グランビアの散策、いかがだったでしょうか。動画を通じて少しでもマドリードの空気をお裾分けできたら嬉しいです。クリスマスの時期になると、このグランビアはきらびやかな電飾でライトアップされて、全く違う顔を見せてくれます。ライトアップが始まったら、今度は夜のグランビアもお届けしたいと思います。こちらの動画からマドリードの匂いが伝わってきたと感じたら、ぜひコメント欄にパエリアマークのアイコンを残してください。このチャンネルではスペイン語だけでなく、スペインでの生活やスペインの雑学などを発信しています。時々こうしてスペインの街並みもシェアしていきたいと思います。チャンネル登録をしていただけると、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.